回戦第11試合です。先攻の MC はこの男、宮崎代表飛翔アルバトロス。ファーファーレイキャー。続いて高校コスモダユージ。うえい。行きましょう。2回戦第11試合です。 What's up? 先攻アルバトロス、高校コスモダユージ、ビートはデュージャペコ、発祥節日本勝負、レディーファイヤー。スポットライトが眩しい今夜、お遊びの時間も終わりのようだ。宮崎代表今年もジョーカー、お前コスモがかかって今夜、上等なミドルフィンガー、立てる己の覚悟、ネクストの活路、開くのはどっち、バックボーン、にじみ出しながらアルバオンダマイクフォー、yeah.ネクストの活路を見出すのはやっぱり面白い方だと思うぜ。真面目もいいけど遊び突き通した上である、俺のライフお前も同じだろう。ぶち上がる夜か、それとも浮き沈みある人間のヒューマンミステイク、それも全部受け入れて進む MC。 俺はコスモダユージ TOT、 レプテン085からシャウト、レプテン085はみ出しすぎだぜ、スキルのなさがバレバレ、俺はそういうとこも見ているぜ。足元見ろや、まずこ言葉を吐け、コスモダユージ知らねえな、九州の男は押すのが遊戯、つまり俺は自分に従う、ベクトルはまた今夜上を指す、上を指すけど俺たちはやっぱり肩を並べてやりたいぜ。音楽俺は九州にも行ったぜ、小倉八幡にしたが下子じゃねえけど、人狼春からレペゼンする、トレインラストトレイン走行、最後の気持ちを持っていく、これがラストだ、全部自分の自信、いろんな血を全部船に出して今日もフローする音楽。終了、決めます。2回戦第11試合です。勝ったと思う方でお願いします。いきます。まずは先攻アルバトロス、続いてコスモダユージ、まずはアルバトロス、いきます。レディージャッジ。勝者アルバトロス、コスモダユージにも大きな拍手。はい、それでは MC 名とどの地区代表なのか教えてください。いえ、島根じゃなくて鳥取という名古屋のコスモダユージです。お願いします。鳥取、鳥取っすね。鳥取、地元が鳥取。地元は鳥取の米子ってとこですね。米子ですね。コスモダユージ、コスモダユージですね。音源とかは、音源はデモは出してるんですけど、うん、ちょっともうちょいっすね。もうちょい、来年7インチとか出せたらいいな。7インチカットしたいですね。なるほど。じゃあ例えば、このDVD になるんですけど、はいはい、これを見た人がコスモダユージ気になってなんかチェックしたいって時に、なんか分かりやすい検索ワードみたいなとかありますか？検索ワード、うん、例えばまあなんか SNS やっててこれですとか、はい、YouTube 上げてますとかはまだない？そんなないっすね。ライスチルドレンですね。ライスチルドレン、ライスチルドレン、米子っすね。米子ライスチルドレンで検索すると出てくる何か？いや、多分出てこないっすね。多分出てこない。どうなん？多分出てこないっすね。出てくる可能性もある、ね、可能性も今後あるです。今後あるっすね。今後ある。ですですです。じゃあ、コスモダユージ気になったらライスチルドレン、米子ですね。で、今後情報が出てくるかもと。ですですです。ちなみに今いくつ？今年で25です。25です。うん、UAB 来年もありますけど、あ、もうなんかノリで、ノリでタイミングがあったら、タイミングがあったら、暇だったら出るみたいな。そうっすね。了解かみたいな。わかりました。コスモダユージでした。ありがとう。